よう、お前も調査に来たのか。ちょうどいい、俺たちと一緒に行かないか。そう来なくっちゃな。お前が一緒だと安心感が違うぜ。ちょっとゼノ、私は。はいはい、エコーさんも十二分に頼りになりますよっと。なんか最近私の扱いが存在になってきてない。いい加減独り立ちしろってことだよ。お前さ、いっつも俺とばっかつるんでてつまらなくないのか。そんなわけないでしょ。あ、聞こえね。うるさいバカ。ほら、こんなバカほっといて行きましょう。翔くん、何だってんだよ。まあ、あんだけ元気がありゃ大丈夫か。それより気をつけろよ。なんだか嫌な空気だ。
震にしてはなんか変だな。何か奥底でうごめいてるような揺れ方だ。うごめいてるって何が？ちょっとゼノ。要するにですね、ここは危険ということです。え、いつの間にそこに？ああ、すみません、驚かそうとしたわけじゃないんです。そう警戒しないでください。あなたたちと同じアークスですよ。おいおい、冗談だろ。あんたがただのアークスだったら俺たちはどうなっちまうんだなあ。六芒金鉱のさ、カスラさんよ。六芒金鉱ってアークスの一番上の？私のことをご存知なら話は早いですね。六芒金鉱の一人として早急に引くことを推奨します。脅しではなく本気で。と言って一人で住むというのが六芒金鉱として正しい対処だとは思うんですけどね。こうしてお会いできたのも何かの縁。よろしければご同行願えませんか？しかしいいのか？六芒金鉱さんの足手まといになっちまうかもしれないぜ大したことありませんよ。私は情報収集専門、戦いは増えたです。正直一人で住むのは不安なだけですから、どうかかしずくことなく一アークスとして応対してください。私の知ることも三つ柄説明させていただければと思います。どうやらのんびりと話してる時間もなさそうだな。一緒に行くしかないか。助かります。皆さんよろしくお願いしますね。
Emergency! Code! Distraction! こんなにダーカーが。まったくだ、キリがね。おい、カスラさんよ、ここで一体何が起ころうとしてるんだ。私としても伝聞の知識ですが、40年前にこのナベリウスで何が起こったかご存知ですか。あなたはお調べになられていたようですね。40年前、この惑星で初代レギアス、初代クラリス・クレイス、初代カスラがダークファルスを撃退したのです。ダークファルス、どういうことだよ。この惑星にダーカーが出始めたのはつい最近のことだろ。それは嘘です。そんな、アークスが嘘をついていたというの？ええ、そうですよ。ダーカーの侵略がなく安全な惑星と偽ることで注目をそらす。そうすればごく普通のアークスはこの惑星に価値を見出さず近寄ることが少なくなる。下せねえな。そんなことして何の意味がある？ここに何を隠してるんだ？アークスを支える虚構がここには隠されているんですよ。ダークファルスは倒せるんだ。そうアークスに信じ込ませるための決定的な証拠を隠している。ただ、おやおや、それ以外にも随分とギャラリーが多いな。ゲッテムハルト、てめえここで何してやがる。ピクニックだよ。ふざけんな。このメイドはてめえの仕業か。ピーピーうるせえな。おいしいな、まだかよ。もう少しです。
れはクラリスさん。そんな失われたはずのあれがなぜ。所有登録者の書き換えも済んでいる。いやでもならば全て合点がいく。封印が誇るんだのも何もかも。解放がなされたら終わりです。彼女とクラリスさんを引き離さないと。させねえよ。なあ、わかんだろ、すっげえ楽しいことが起こりそうって。なあ、お前ならわかるだろ。ゾクゾクするだろ、この突き刺すように渦巻く悪意が。ゲッテムハルト、てめえ狂ったか。うるせえゼロ、俺はもともと狂ってるんだよ。楽しいぜ。ぜ戦闘狂が4人がかりをしのぐんじゃねえよ。おいしいな。どうした、まだか。もう少しなのですが。ゲッテムハルト様、お前は俺のためなら何でもしてくれるんだよな。もちろんです。そっかそっか、嬉しいな。邪魔はすまねえが、死んでくれ。ゲッテムハルト、てめえ。おっとっと、おっかねえな、ゼノ。なんでてめえが怒ってるんだ。味方を手にかけやがったな、その子。ゲッテム・ハルト様、シーナはお役に立てましたか。ああ、十分だぜ、シーナ。これでようやくヤッコさんが出てくる。まさか、そんな方法で。なんだ、このホトの本領は、ダークファルスの復活。そら、出てこいよ、ダークファルス。てめえ強いんだろ、最強なんだ。見せてみろ、その力を。全部奪っていきやがった、そのふざけた力を俺に見せやがれ。打ち破ってぶち殺してやら、てめえの全部を俺が殺して殺して殺してやる。あなたも取り込まれます。取り込まれるだと。
おい、カスラさんよ、あんた何を知ってるんだ。先ほどの話の続きです。40年前、アークスはダークファルスを撃退しましたが、倒すことはできませんでした。私たちにできるのは封印を施すこと。それを倒したと偽り、この辺境の惑星に封印し続けてきました。ダークファルスは倒せるものと、アークス全員に信じ込ませるために。何だと？それじゃあ、あの石碑には。ダークファルスが封印されていて、そして今、その解けるはずのない封印が解かれてしまった。ダークファルスの本質的にはダーカーと同じものです。すなわち他者を侵食し形を成す。完全復活を食い止めるのが精一杯とは。
しかし引くわけにもいきません。今この場で完全な体を取り戻されたら大変なことになる。おい、エコーとそのジョーちゃん連れて撤退しろ。ゼノ、何言ってるのよ。私も戦う。逃げ腰に心折れた状態じゃ足手まといだって言ってんだよ。頼む、俺が時間を稼いでる間にせめてその二人だけでも。私もいますよ、ゼノさん。本当？これでも六房金庫の端くれですから、ね、二人でしたら時間を稼いだ後逃走することも不可能ではありません。でもゼノ！うっせえ、聞き分けろ。猫、命令だ。怪我人連れて撤退しろ。すまねえ、ここは俺にカッコつけさせてくれよ。こういう時に先輩が決まらなきゃ見せ場がなくなっちまうだろ。ゼノ、絶対に帰ってきてよ。約束破ったら許さないから。待ってるよ。うるせえな。待ってくれたのかい。ずいぶん話のわかるダークファルスだな。戦う意志なき者は鬱に値する。そしてこの身が求めている。強き者との戦いをなら。お褒めの言葉ありがとうよ。じゃあまあ一丁踏ん張ってみるかね。参ります。何あれ、まさかあれがダークファルスだっていうの。ゼノ、お願い応答してよ。戻ってきてよ、ゼノ。